鳥取大学の稲葉と申します。この度は我々の研究成果を、説明する機会をいただきまして、JST の方々、鳥取大学の方々、皆さんありがとうございます。先ほどご紹介ありましたように、我々はペプチドを使って細胞骨格の一種である微小管の構造を変える、特にその構造を安定化するような基盤技術の開発を行っております。他の先生方に比べるとどちらかというと基礎研究よりでして、すぐ何かに応用できるというわけではないかもしれませんけれども、共同研究の可能性などについて、議論させていただければと思います。よろしくお願いします。まずその微小管というのは、私たちの体の中の細胞すべてに存在するような細胞骨格の一種です。で、これはこのチューブリンと呼ばれるタンパク質から構成されていて、これが集まるとこういう微小管という繊維構造ができます。で、それが壊れるとまたチューブリンに戻るというような構造です。で、これはこちらに示すように、非常に小さい穴が開いていまして、チューブ型の構造をとっています。で、微小管は細胞骨格の中でも様々な細胞機能に重要な役割を持っていることが知られておりまして、例えばその骨格としての強度が非常に高く、他の細胞骨格に比べても高く、例えば神経軸索のような強度が必要な領域で重要な役割を持っているとされています。また今多分動画が動いているかと思いますけれども、微小管の上をモータータンパク質が運動して様々な分子が輸送されたりしています。またはこの精子の運動などにも関わっているということがよく知られております。で、微小管の機能でよく知られているのはこの形成乖離のバランスというものでして、上で示しているように微小管ができたり壊れたりというのを繰り返しています。で、それは細胞分裂に非常に重要な役割を持っていまして、この微小管ができたり壊れたりというのが正常に行われないと、細胞分裂がうまく行われないというようなことが知られています。このように様々な機能を生体内で発揮しているのが微小管ということになりまして、これは生体内の機能ですけれども、この後示すように、分子デバイスの材料としても注目を集めております。このスライドでは微小管の応用を示しておりまして、大きく分けて2つあります。1つはそのここに書いてあるような抗がん剤または薬剤の開発、もう1つは材料応用です。抗がん剤開発としましては、このタキソールまたはパクリタキセルという分子が非常に有名かと思います。これは微小管の内側のポケットに結合して、その微小管の構造を安定化することで抗がん剤として機能することが知られています。すなわち、この微小管ができたり壊れたりするのを乖離を防ぐことによって、細胞分裂を抑制して抗がん活性を示すというような薬剤です。しかしながらタキソールは高コストや副作用のために、微小管を安定化するような他の代替品というものも求められているのも事実であります。一方で微小管の材料応用なんですけれども、これは例えば一例ですけれども、ガラス基板上にキネシンというモータータンパク質を固定してやると微小管が一方向に運動することが知られています。これはこの後動画でお示ししますけれども、この運動を利用して様々な分子の輸送システムであったりマイクロデバイスといった、あまり他ではないような材料応用へと進められています。しかしながら、これらは基本的に微小管の外側に何か分子を収束して機能化というものを行っておりまして、この微小管が持っているこの内部空間というものを使った研究というのはほとんどありませんでした。また、この微小管自体の不安定性というのが材料を利用する上での課題の一つとしてされています。したがって、この微小管を安定化する、または構造を変える技術というのは、これらどちらの領域においても非常に重要であるということが分かります。先ほども述べましたように、微小管の安定化する技術というのは、従来このタキソールなどの多機酸系の薬剤のみがほとんど用いられてきています。これは微小管内部に結合して安定化します。抗がん剤であったりとか、微小管安定化剤として非常によく用いられておりますけれども、課題としては、タキソールは天然物由来でして、見て分かるように非常に複雑な構造をとっておりますので、合成するのがなかなか難しいこと、また、水にはなかなか溶けないこと、また毒性があります。毒性はもちろん抗がん剤としては有用ですけれども、正常な細胞に作用してしまうと副作用にも、関連してくるということになります。したがって、我々の、発想としましては、これらタキソール、タキ酸系薬剤に変わるような新しい微小管安定化剤を作りたい。別に安定化にこだわってはいないんですけれども、微小管を変えるような技術が作りたいということで、特にこの内部に着目しまして、微小管内部に物を入れるだったりとか、微小管を安定化する、これら2つの、トピックに関して、多機層に変わるような分子を作りたいということで、これまで研究を進めてきております。で、我々はこの微小管内部に結合するペプチド、独自のペプチドとして、ここに示している、タウユライペプチド、TP と我々が呼んでいるペプチドを開発しました。
詳しい説明は割愛しますけれども、これはタウタンパク質という、タンパク質から設計したものでして、このペプチド23段基のペプチドがタキソールと同じ微小管の内部ポケットに結合するということが様々な解析によって分かってきております。まあ、ただそのためには一つ技術が必要でして、最初にこの微小管を構成するタンパク質であるチューブリンとこのペプチドを複合化して、その後 GTP または GTP アナログという、まあ、微小管を作る薬剤ですね。これも、まあ、薬剤じゃないですね。まあ、加えると微小管ができるというもので、この方法を使うと、このペプチドが微小管の中に導入されるということが分かってきています。微小管を作ってからこのペプチドを混ぜると中には入らないということが分かってきておりまして、まあ、これを使うことによって様々な分子を微小管の中に入れるということを、まあ、世界で初めて確立して研究を進めております。で、このタブレラペプチド TP の特徴としましては、まあ、これペプチドですので様々な分子を連結することができます。この後ご紹介しますけれども、タンパク質であったりとか、金属ナノ粒子だったりをこのペプチドに連結することによって、微小管の内部に導入するということに成功しております。またこれ、天然アミノ酸からできているペプチドですので、非常に簡単に合成することができます。で、もちろん配列を好きに変えることもできまして、今学生さんにやってもらっているのは、この配列を一部変えることによって、微小管の結合の強さを変えるということを行っているところです。もう一つ、まあ、ペプチドですので非常に水溶性が高いです。1、2ミリモーラーぐらいでしたら問題なく水に溶けるということで、まあ、これもタキソールに比べると、まあ、メリットかなと思います。またこのペプチド自体は細胞毒性はあります。もう一つ、まあ、ちょっとマニアックな点ですけど、これは微小管内部に結合して微小管の構造を変えるので、内部に結合するタンパク質の機能を損なわないというのがあります。ここに示すように様々な微小管外部に結合するタンパク質というのが天然には知られていまして、これは微小管の機能を調整する上で必須だと考えられています。したがって我々のペプチドで微小管の中に何か分子を入れると、まあ、これら外部に結合するタンパク質の機能を阻害しないというふうに期待できます。そこで我々の発想としては、まあ、ベースとしてはこの TP を用いて微小管の構造を変える。まあ、特にその構造を安定ができれば生体応用や材料応用において、タキサン系とは異なるような新しい技術になるんじゃないかというふうに期待しております。で、この TP を用いた技術と、従来技術との比較というのをここにお示ししております。さまざまな応用を考える上での共通点としては、まあ、タキソールに比べて合成が容易で製造コストが低い点。この後お示しするように、さまざまなタンパク質やナノ粒子などを微小管の中に導入することができまして、その内包物に応じて微小管の構造や安定性というのを調整することができます。またはこのペプチド自体の配列を変えることによって結合の強さを調整するというのはまあ今やっているところです。で、抗がん剤開発における特徴としましては、まあ、従来のタキソール骨格、でももちろんいいんですけれども、まあ、それとはまた異なるアプローチでの新しい設計として我々のペプチドが使えるんじゃないかというふうに考えております。で、まあ、特にまあ副作用の軽減だったりとか、抗がん活性の調整というのは非常に大事な点ですけれども、まあ、そこはペプチド配列をいろいろ変えることによって可能だというふうに考えております。ちょっと今データはいろんな関係でお示しはできないんですけれども、まあ、最近の我々の研究で、ある特定の細胞だけ微小管を安定化して、その細胞だけ殺すというのができつつあるというか、まあ、今やっているところですので、まあ、もしよろしければこの後ご相談というか、ディスカッションできればなというふうに思います。でまたこのペプチドのみが細胞内の微小管に結合できるというのはすでに確認しておりまして、この後お示しします。まあ、ですので、細胞内の微小管を標的とした実験にもまあ使えるだろうというふうに今のところ考えている状況です。で材料応用を考えますと、まあ、我々のペプチドで微小管を安定化できれば、まあ、そもそも安定な微小管として使えますし、まあ微小管の特性ですね、長さや硬直性、運動性などを変えて、変えた微小管を材料として提供することができます。また、まあ、この3つ目はまだちょっと今やっているところなんですけれども、内包させたタンパク質だったりナノ粒子を輸送して放出するといった、まあ、これまでなかったようなシステムを作ることができるだろうというふうに考えて、いろいろと研究を進めているところです。でここからちょっと我々の実験結果を簡単にご説明できればと思うんですけれども、まずこのペプチド自体に微小管を安定化する効果があるのかどうかというのを見たのがこのスライドになっています。まあ、何回も示したように、タキソールは微小管内部に結合してその構造を安定化しまして、特にまあこの微小管が脱重合、壊れるのを抑制することによって安定な微小管を作ります。
で、この微小管の安定性というのは、濁度測定によって簡単に見積もることができまして、微小管ができると濁度が上昇しますので、微小管形成量の指標として使うことができます。実際に何も加えてないものに加えて、多気層を加えると、このように濁度が大幅に上昇していて、微小管形成を促進、すなわち微小管を安定化していることが分かります。で、我々のペプチド TP というのは、多気層ほどではありませんけれども、若干、濁度が上昇していて、微小管形成を促進しているということが分かります。ただ、この4度というのは微小管が壊れる条件ですけれども、多気層はそれでもある程度保持されていますが、 TP の場合は完全に脱脂流が壊れてしまっているということが分かりまして、多気層ほどは微小管を安定化することはできないというのが、この TP の、性質ということになります。で、この TP を用いて、さまざまな分子を微小管の内部に導入するというのをこれまで報告してきています。例えば、金ナノ粒子を導入すると、こんな感じで、これは透過型電子顕微鏡像ですけれども、微小管内部に導入というのが見れますし、ここに示すような蛍光タンパク質や磁性ナノ粒子、環状ペプチドなどを微小管の内部に導入するということにも成功しております。また、先ほど少し述べましたように、このペプチドが細胞の中の微小管にも結合できるということも明らかとしております。この4つに関しては、この後ご説明させていただきます。もしよろしければ、ここにアカウントでまとめてオープンアクセスですので、もしよろしければご覧いただければなというふうに考えております。本日はこれら4つについて簡単にご説明いたします。まず、タンパク質の内包なんですけれども、我々のペプチドは簡単にタンパク質に融合することができまして、遺伝子発現によって調整することができます。で、今回は、緑色に光る緑色蛍光タンパク質 GFP の C 末端側にこのペプチドを連結したものを作りまして、微小管に導入したという結果です。で、これは蛍光顕微鏡ですけれども、微小管の蛍光と GFP の蛍光が一致することから、確かに微小管に結合しているということが分かります。で、別の他の解析によって、確かに微小管の中に導入されたということも明らかとしております。で、大事なのが、ここに示している、キネシン基板上における構造運動解析ということで、今動画が見えているかと思いますけれども、この GFP を内包した微小管っていうのは、通常の微小管に比べて全長が長くなっていまして、硬直性の指標である持続長の増大や運動速度の増大というのが確認されています。したがって、この GFP を内包すると、普通の微小管よりも長く硬直で、かつ速いような微小管ができているということです。また、こちらには先ほどと同様に濁度測定の結果を示していまして、ペプチドだけですと、多気層ほどは安定化効果がなかったんですけれども、今回のモノ TP-GFP というのは、多気層と同程度まで濁度が上昇していて、4度にしてもある程度微小管の構造が保持できているということから、多気層と同程度微小管の構造を安定化できているということが分かりました。これはおそらく、タンパク質がこの TP を介して微小管の中に導入されていて、それが結合することによって、より安定化されたというふうに考えております。で、こちらはそのタンパク質の2つ目の例なんですけれども、これはごく最近、バイオアーカイブに、投稿したものです。で、先ほどは GFP に1つ TP がついた例なんですけれども、これでは、ここではその4病態タンパク質ですね、GFP の約4倍の大きさのタンパク質に、TP が4つついたような構造体というのを作りまして、これ、アザミグリーンという蛍光タンパク質ですけれども、それを微小管に内包させるというような実験を行いました。で、こちらに濁度測定の結果を示しておりまして、先ほど言ったように、多気層と TP-GFP は同程度の濁度上昇を示しますが、この4両体タンパク質に TP を連結したものは、非常に高く濁度が上昇しておりまして、多気層以上の微小管安定化効果というものが見られました。これ、非常に面白い点だと考えております。で、これちょっとサイエンティフィックな話になるんですけど、この TP、この AG というのを使いますと、いろんな微小管の超構造体というものが見えました。例えばこういう星型の構造、これはアスター構造と呼ばれているんですけど、こういう構造が見えたりだったりとか、微小管が2つ連なったようなダブレット型の微小管であったりとか、そこから分岐したような構造というのが確認されております。で、こういうのは普通微小管を作るとなかなかできないものですが、天然では鞭毛や繊毛中のに存在するということが知られておりまして、それを人工的に模倣できたような初めての例になったというふうに考えられます。ですので、これらタンパク質によって微小管の構造が変わるというのは非常に面白いと我々は考えておりまして、現在これを細胞に入れて、
細胞への影響というのを評価しているところです。続きまして、まあ、今まではタンパク質を入れたんですけれども、今回はちょっとここではペプチドを変えるという例です。直鎖のペプチドを緩和することによって、微小管を安定化したという報告になります。一般的に直鎖のペプチドに比べて、こういう緩和したペプチドというのは微小管に、標的により、強く結合するということが知られています。実際にこの TP を緩和したようなペプチドを作ってやりますと、チューブリエの乖離定数が約6倍増大しておりまして、まあ、非常に強く結合するということが分かりました。実際、分子力場計算の解析からも、溶液中の構造とチューブリン結合時の構造が非常に近いということが分かっておりまして、まあ、これによってより簡単に標的に結合しただろうというふうに考えられます。でこちらダクドの結果なんですけれども、先ほどのタンパク質の経緯に比べるとかなり劣ってしまうように見えるんですけれども、直鎖のペプチド TP に比べると、この環状ペプチドの場合の方がよりダクドも上昇しておりまして、微小管も安定化しているということが分かりました。さらにこちらは、まあ、あえて不安定な微小管を作って、それへの影響を評価しているんですけれども、直鎖のペプチドではこのように凝集体、しか見られませんが、この環状ペプチドを使うと安定な微小管が構築されているということが確認されました。まあ、このようにタンパク質の経緯に比べると劣りますけれども、まあ、なかなかタンパク質を入れるのが難しいというような状況においても、この環状ペプチドは使えるのではないかと考えておりまして、まあ、これによって、まあ、微小管を安定化するというのも一つの方法かなというふうに今は考えております。続きまして、まあ、これはちょっと、安定化とはあまり関係ないんですけれども、まあ、個人的に面白いと思っている研究ですので、簡単にご紹介できればと思います。これは微小管の中に磁性ナノ粒子を入れて、磁場によって微小管を配列化したという研究になります。先ほどから言っているこのペプチド TP に加えて、コバルト8ナノ粒子という磁性ナノ粒子に結合するペプチドを連結しています。でこれをまず、微小管に内包させまして、その後コバルトイオン、白金イオン、還元剤という、まあ、金属ナノ粒子の材料を入れてやりますと、微小管の中で、金属ナノ粒子が成長するというようなシステムになっています。実際に透過型電子顕微鏡で見ますと、微小管の内部にこのように、ちょっと見にくいかもしれませんが、一部連続したような形でナノ粒子が、入っているということが分かりました。ここに示しているのは磁場によるそれらの配列化です。磁場を加えていない場合は、このように微小管をランダムに、配列化していまして、まあ、ここから算出した配列の具合を示すハイコードというものはほぼゼロに近くなっております。一方で、ここに水平方向に弱い磁場を加えてやりますと、この磁場、水平方向に微小管が配列化しているということが分かりまして、そのハイコードは、まあ、約 0.71 ということで、まあ、これ1に近ければ近いほど配列しているということですので、まあ、かなりきれいに配列化しているということが分かりました。でこの右にお示ししているのは、運動中の微小管に磁場を加えることで、運動方向を変えるという研究です。今この微小管は右上の方向に運動しておりますけれども、水平方向に磁場を加えてやりますと、その磁場の方向に運動方向が変化したというような例です。まあ、これもなかなか制御するのは難しいんですけれども、まあ、我々の研究で、まあ、このコンセプトとしては、微小管の中にナノ粒子を導入することで、微小管を磁場によって制御するということにも成功しているというふうに言えます。まあ、これも細胞の中でできれば面白いということで、今ちょっと海外の共同研究者と細胞への応用というのを進めようというふうにしているところです。続きまして、まあ、結果としてはこれが最後なんですけれども、細胞内の微小管への結合を見たという実験結果となっています。まあ、このペプチドを細胞内で使えるかというのを見るために、まずは細胞に振りかけて、でどういう影響があるかというのを見ています。今回は、ヒト管外由来の HEPG2 細胞というものにこのペプチドを振りかけて、細胞内微小管への結合を見ています。こちらがペプチド由来の傾向でして、まあ、ちょっと見にくいですけども、繊維構造が見えるのがお分かりいただけるかなと思います。でこれは細胞内で発現させた GFP を融合したチューブリンタンパク質と強極剤を、まあ、少なくとも部分的には強極剤しているということから、細胞内の微小管に結合しているということが、ここから分かりました。まあ、しかしながら、こういう赤い強いドット構造も非常に強く見られまして、まあ、これはおそらくエンドサイトースによるものだろうというふうに考えられます。実際にその取り込みの温度依存性というのを見てみますと、4度の場合はほとんど取り込みが確認されませんので、おそらくは最初はエンドサイトースで取り込まれて、そこから一部が抜けて微小管に結合したのではないかというふうに考えております。しかしながら、まあ、ちょっとこれではあまりきれいに見えていないので、ちょっと
すごく、ちょうど先週あたり学生さんが、まあ、頑張ってくれて、もうちょっときれいに細胞内の微小化に結合できる条件というのは現在見つけつつあります。で、まあ、ここまでが結果でして、想定される用途、まあ、特に応用観点ですけれども、生態応用としては、まあ、微小化の研究では結構メジャーですけれども、抗がん剤としての利用を今考えておりまして、冒頭で示しましたように、微小化の乖離を阻害することによって、細胞分裂を抑制するというものです。で、このようなタキソールと比べて、我々のペプチドを用いて、まあ、新しい設計指針を示したいというふうに考えております。冒頭で少しお示ししましたけれども、まあ、タキソールが副作用がありまして、我々のペプチドを使って、ある特定の細胞だけ、細胞質を誘導するようなシステムというのを今作っておりまして、今ちょっとデータとしてはお見せできませんけれども、今やっているところです。で、まあ、今回お示ししましたように、タンパク質を微小化に内包させると、より大きな構造変化というのが予期されますので、まあ、これらタンパク質を細胞内に導入することによって、まあ、細胞の構造や分化などの性質の改変というものも、非常に興味を持っておりまして、今進めているところです。で、まあ、次、材料応用の想定される用途としましては、まあ、これまでお示ししたように、このモータータンパク質を固定化すると微小管が運動することができます。で、これまでこの外部はたくさん使われてきましたけれども、その内部空間というのはほとんど未知の領域でした。で、我々のペプチドを使うと、さまざまな分子を微小管の内部に導入することができるので、まあ、こういう新しい技術を使えば、こちらに示しているようなさまざまな微小管の性質というのを制御できるというふうに考えております。まあ、どちらかというと、我々科学者ですので、こちらの方が、まあ、詳しいというか、さまざまなものを内包させて、輸送、または放出するような技術開発というのを今進めておりまして、まあ、本技術によって、例えば新しい分子デバイスであったりとか、ドラッグデリバリーへの利用というものも考えられるかなというふうに考えております。実用化に向けた課題と今後の計画としましては、まあ、生体応用に関しては、どうしても細胞内の微小化に結合できる量が少ないというのが非常に問題でして、まあ、ここに書いてあるような細胞透過ペプチドの融合や配列スクリーニングというのもやっておりますし、先ほど示したように、入れ方を工夫することによって、よりうまく微小化に結合できるというのが分かりつつありますので、まあ、そのあたりで改善できればなというふうに思います。材料応用に関しては、まあ、こういう研究やってる研究者ってほぼいないですので、内包、どういうものを内包させると微小化がどう変わるかっていう予測がなかなか難しいというのはありますけれども、これは正直なところ、いろんなものを入れてみて、それの影響を評価するしかないかなというふうに考えております。そのあたりの技術は、まあ、我々が蓄積されつつあるかなというような状況です。で、内包物を放出するというのは、ちょっと我々まだやっていなくて、ここはちょっともうちょっと条件の最適化が必要かなというのが現状となっております。で、企業様に期待させていただきたいのは、まあ、生体応用に関しては、我々細胞応用は、まあ、実験はできますけれども、そこまで詳しくはないので、細胞内の分子輸送技術であったりとか、細胞の影響を評価できる、経緯を持つ企業様と共同研究などができると良いかなと考えております。我々のサンプルは基本的にペプチドだったりタンパク質ですので、まあ、簡単にサンプルとしては提供することができます。また、材料応用に関しては、まあ、我々もいろいろやっておりますけれども、その内包物を何にするかというのが、まあ、非常に大事な点でして、まあ、これら内包物の提案であったりとか、もし提供する、まあ、これを入れたら面白いんじゃないかというようなご提案をいただけますと、非常にありがたく思います。この細胞実験に関しても同様ですね。細胞のどういう挙動を見たら面白いんじゃないかとかっていうご提案をいただけますと、まあ、非常にありがたいなというふうに考えております。まあ、本技術に関する知的財産権としては、このタンパク質の内包に関しては、取っ手大学から特許を出願しているような状況となっております。で、最後、まあ、お問い合わせ先としては、ここに示すような研究推進機構の、まあ、お問い合わせ先を記載させていただいておりますし、まあ、もし必要でしたら、私に直接ご連絡いただいても対応することは可能かと思います。特に細かい技術的な話などあったら、お問い合わせいただければお答えいたします。ちょうど時間になりましたので、以上となります。ありがとうございました。